勇気は日本の技術者、工学博士。富士通代表取締役副社長、最高技術責任者、富士通研究所代表取締役社長、戦略的イノベーション、創造プログラムフィジカル空間デジタルデータ処理基盤、プログラムディレクター等を歴任。1976年に東京工業大学工学部制御工学科を卒業後、富士通に入社し、 ICT の研究開発に携わった。2003年富士通、モバイルフォン事業本部専攻開発統括部長。2006年富士通モバイルフォン事業本部代理。2007年富士通経営執行役券、モバイルフォン事業本部長。2009年富士通執行役員役場無券、指北スプロダクトビジネスグループ長。2010年富士通執行役員副社長券。 次世代テクニカルコンピューティング開発本部担当兼、富士通アドバンストエンジニアリング取締役。2011年東京工業大学大学院、総合理工学研究科物理電子システム、創造専攻博士課程修了、博士。同年富士通店取締役兼務。2012年富士通代表取締役、副社長兼マーケティング部門長 CTO&CA も、 2014年富士通研究所、代表取締役社長。2015年エレクトロニクス実装学会会長。富士通研究所代表取締役会長。2017年内閣府、官民研究開発投資拡大プログラム、革新的フィジカル空間基盤技術領域統括。内閣府政策統括官付戦略的イノベーション、創造プログラムフィジカル空間デジタルデータ処理基盤。 プログラムディレクター、日本語学会会長等も歴任した。ありがとうございます。